はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました、ヤドリブですね。さあやってまいりました。今回はですね、ダンスのお話ではなく、映画についてお話をしていきたいなというところでございます。新田さん実はちょくちょくですね、映画だったりとかこうドラマのお話も、動画の中でしているというところがありまして、過去の動画とかだとおすすめの韓国ドラマ第8選とかおすすめの映画第5選みたいな感じで結構動画とかも出してたりしていて、最近だとまあライブ配信とかで最近おすすめのドラマはねみたいなお話とかもしてるんですけれども、私がですね実は大好きな映画がございます。それがですねこちら、ドンと魔女でございます。韓国でめちゃくちゃすごい映画があるっていう映画が公開されたっていうお話は聞いていて、でそれが話題となって日本にも確か入ってきたかなっていう感じなんですけど、アクションがすごい、でそしてその主演の女優の方が無名の方だっていうところでさらに話題を集めたんですね。やっぱりその超能力系じゃないですか。超能力系なんですよ。まだ見てない方いらっしゃったら、ぜひですね、第一章、魔女の第一章、もう、ネットフリックスさんとかで多分見れると思いますので、ぜひぜひご覧いただきたいんですけれども、超能力を使うんですよね。なんでしょう。少年少女たちが若い頃に、その収容所みたいな、実験室みたいなところに、研究所みたいなところに集められて、ちょっとその特殊な教育を受けて、特殊能力を手にした子供たちみたいな。ただその子供たちも、だんだんその研究所っていうところに対してなんか不信感だったりとか、自分たちのその自我っていうものが芽生えていく中で、そこからこう脱走したみたいな話とかね。なんかもう、いいじゃないですか。ストーリー的にドキドキしますよねっていう。で、その施設の中で育った子が大きくなって、で、今現在どうなっていくのかっていうところのお話で、まあちょっとその、いろいろあるじゃないですか、そういう特殊能力を持った人材を巡る派遣争いみたいな、ざっくりとそういう映画になっておりまして、で、その、やっぱり超能力を使っていくっていうところの一つの醍醐味は、戦闘シーンだと思うんですよ。普通の人間がパーンとかキークとかっていうやる速度感ではなかったりとか、その、銃弾撃ったらその銃弾避けられるとか、もう単純にフッてやって、ブワッてこう、ファッ、なんかこう、銃を引き寄せられるみたいな、その念力っていうんですか、とかを使えるとか、もうそういう次元のお話なんですけど、そこの描き方がめちゃくちゃかっこよかったんですよ。で、そのアクションにめちゃくちゃこう定評があって、で、かつ、そのストーリーの筋みたいなものがすごく骨太で、かつ、無名の天才的な新人女優さんが出てきたっていう、もうこのトリプルパンチによって、この魔女という作品が非常にこう話題沸騰になってたんですね、 SNS で。でそれ見てこれすごいってなって、でそのシーズン1といいますか第1章の終わり方が明らかにこれ第2章あるからねっていう終わり方で終わったんですよ。ってなった時に急いでもう僕インターネットで調べて魔女2いつみたいな、でこれから制作に入られるようだみたいな記事を確か僕で3年前ぐらいに見たと思うんですよ。で嘘だろみたいな、早くってなっていて、で本当にもうなんか1ヶ月に1回ぐらいの感覚でもうインターネットをチェックして、魔女2制作始まるとかなんかそういうの調べてたら1年後ぐらいになんか制作がみたいな、でちょうどコロナのタイミングとかもあったので制作がちょっと遅くなって遅れて、で今やっと制作に入りましたみたいなとかもう逐一見てたんですよ。でまだかなまだかなって思ってた時に最近ですね、ついほんと最近予告編が出てたんですよ、 YouTube に。で増殖の予告編に関しては20回ぐらい見てます同じやつ20回ぐらい見て、もう少しでも映画に近づけるならばみたいな、映画を見れるならばみたいなぐらいな感じでずっと見ていたっていう矢先になんと今回お話をいただいて、新田さんよかったら試写会いかがですかっていうお話をいただいたというところでございました。すいません、ちょっと長くなっちゃったんですけども、そのぐらい僕そもそもその魔女というこの映画が大好きでございましてっていうところの流れでお話いただけたというところで見てまいりました。でその感想をですね、ちょっと今から少しだけお話をさせていただき、5月の26日についに公開がされますというところです。やっぱりその戦闘シーン、アクションシーンだったりとか、一個一個のその地面を踏みしめる音だったりとか、風を切る音だったりとか、これはやっぱり劇場版で体験していただきたいなっていう風に思うところなんですよね。臨場感あふれる
その世界を思いっきりこう浴びて抱きしめていただきたいなっていうふうに思ってるところがございます。でですね、ちょっとその魔女についても、まあ、予告編があるんです。そう、いただいているの。予告編あるさん。よかったらこちらもっていうふうにお話しいただいているので、まずは皆様、予告編をご覧ください。どうぞ。ほんで、같이가자、나랑。제가데리고있어볼게요。그래、망실됐습니다。가요저리간요자시야。어떤괴물로변할지모른다。완전체모델이지。반드시제거돼야돼。언니랑같이가자悲しみが少女を覚醒させる。ザ・ウィッチ・魔女増殖。いかがでしたでしょうか、ということで、もう本当にすごかったですね。すごかったって一番なんか、おいってなるかもしれないんですけど、とにかくもう、その、ストーリーもそうなんですけど、まずやっぱアクション僕好きなので、アクションの、多分このアクションについては、第一章のアクションの、を上回る内容になってるなっていう風にちょっと見ていて思いました。スケールがまた少し変わるというか、バトルのシーンとかシチュエーションみたいなところも変わってくるので、やっぱりその戦闘シーンの描き方で素晴らしいなって思ったのは、その環境でどう戦っていくかっていうことなので、その環境にあるものだったりとか面積だったりとか、その広さとかによって戦い方ってやっぱ変わってくるんだなみたいな、素人が何言ってんねんって話だと思うんですけど、主演女優の方がシン・シアさんという方なんですけども、なんとこちらの方またも無名の新人女優さんというところでございます。木村美ちゃんとまさにその同じ道をたどっているといいますか。で、表情とか見て、まあもう予告編時からはこの方すごいって思ってたんですけど、倍率で言うとですね、なんと1408名の中から魔女に抜擢されたということで、映画見て本編見てまさにって思いました。で、予告編の方も見ていただいてわかると思うんですけど、なんと今回も、キムダミちゃんが出てきますということで、本当に心の中で立ち上がってよ、お帰りじゃないんですけれども、なんかキムダミちゃんのカムバックっていうところがまたすごく嬉しかったなっていうふうに思うところでございます。で、パク・ウンビンさんですね。いやー、マジかーって思いました。もう今をときめく大女優さんが、なんとそのキーパーソンを担われてるっていうところで、ウヨンウ見られた方は多分多いんじゃないかなっていうふうに思います。あとはそのレンボだったりとか、本当に今こう、韓国の代表的なドラマ作品にもう続けて出ていらっしゃる方で、もうめちゃくちゃ、なんでしょう、僕ら韓国ドラマ大好きな人たちからすると、もう今めちゃくちゃホットな人なんですよね。で、このパク・ウンビンさんが、ちょっとやっぱり、個人的なね、悩みというか、そういうものを抱えていらっしゃって、で、その悩みを抱えるウンビンさんのご自宅に、今回、シンシアさんが、まあ、ひょんなことから、ご一緒にお邪魔することになってっていうところで、少しこう、一緒に生活をしていくっていうところが始まるんですよね。そこで生まれる、人の気持ちみたいな感情というか、今まで他の人と一緒に暮らすとかっていう経験もなかったわけじゃないですかっていう、その少女、魔女のシンシアさんが、どういう風に人のその心に触れていくのかっていうところのシーンが、またこれがね、素晴らしい描かれ方をしてるんですよね。で、それが、っていうところが、ちょっとね、どこまで喋っていいか分かんないところがあって、すごくドキドキしてるんですけども。だと、もうお一人、私の中で、あーって思ったのが、イ・ジョンソクさん。こちらの方も結構僕、韓国ドラマこう見させていただいてる中で、あれみたいな。ジョンソク様みたいな風に、こう、見させていただいている方でもありまして、やはりこう、韓国を代表する超トップクラスにイケメンの名俳優さんじゃないですか。で、この方がまたね、いい味出してるんだなというか、どこかちょっと不気味で、ただイケメンで、でもなんかちょっと少し、冷淡でというか、で、この方が、どういうその、派閥にいて、みたいな、これって結局、その、
魔女と呼ばれるその少女の方たちと、その人たちをこう管理しようとするその組織の方たちと、で少年少女たちがいたっていうところの、そこもあるわけじゃないですか。だから特殊な能力を持ってる人たちもやっぱり何名様か、こう何名様とかいろんなところにこういらっしゃって、それぞれなんかこうバックグラウンドが微妙にこう異なってくるっていう複雑な環境の中で、どこの勢力とどこの勢力がこう争ってんのみたいなところとかがめちゃくちゃ気になるんですよね。誰かがこれ何かちょっと嘘ついてんのみたいな風にもちょっと思っちゃったりとかするというか、第一章から引き続き出演されているキムダミちゃんがどういう風にあの時から時間が経ってどうなったのかっていうところのお話を見ていただければなというふうに思うところでございます。そして今私はですね、非常にワクワクしているのは何かというと、これ続くんじゃないのというところでございます。なんとなくその予感がしているというところでございますので、ぜひぜひ増殖劇場版にて、見ていただければなというところでございます。これはね、劇場に足を運んでぜひとも見ていただきたいですし、ぜひ見ていただいたら、私とですね語りたいよねっていう、あの試写会見てしまったって思ったのはもう唯一これだけですよ。見終わった後に語れないっていう、まだ全部を語れないっていうところなので、ただもう少しです。はい、もうあと1ヶ月ちょっとしたらですね、5月の26日に、公開されますというところでございます。全国ロードショーになりますので、もうツイッターとかで、ね、皆さんの感想とかもこう見ていきたいななんていうふうに思ってるところでございますので、ぜひぜひこちらの方をチェックしてみてはいかがでしょうかというところでございます。大変熱く語りましたが、私この辺で失礼させていただきたいと思いますということで、皆様の期待のコメントですね、ぜひぜひコメント欄でいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。